はい、こんにちは、ペソでございます。いたそつ空き地モードやっていきたいと思います。やっと出れた。あとはもう あえてハートマークを取りに行くかどうかを選択ですね。悔しい悔しい。仕掛け早いからな。19なんだっけ、深夜料金。あ、そうだね。ラッキーチャンス。いや、だね、はい。まあまだね、みんな自社株しか持ってないんで、マハラじゃ早くも現れた。おし、ぴったんこ。さあどうしようかな。仕掛けるのが早いのはセイジさん、カズミさんもそこそこ早いんだよね。しかし、まあ先のこと考えてね、5テンポゾーンを抑えるのは、悪いことじゃないんで、まあこっちから行きましょうか。50にしとこう。はい、どうせ売らないといけないからね。はい、まあさすがにちょっと一旦で買えるとかいうちょっとお遊びやないみたいでよかったけどね。あー、かずみさんだったかな。まあいいや。状況がね、芳しくないからね。買うのもいいんだけど、ああそうだね、やっぱりアコだ。6マスで買えるとこがここか。あー、ごめんなさい、100だとね、やっぱり魅力がないんで。あ、ヘリポット立てない。あー、となるとこっちになるんだね。はい、誰も得せずに買えるっていうことがね、たまーにあるんでね。はい、
はいはいはい。あーやっとだ。どのゾーンがいいかな。ここ良かったんだよね。ここのゾーンで狙ってみようか。下から。はい。まあ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 50でもいただければ。おー。2回踏んだだけで帰りやがった。はい、まただね。そうだね、セル50だね。それが開けてってくれてるよ。それダメ、うん、さあまずこれだね。あれ、あ、見間違えてたか。 1%、 うん、あ、そう、じゃあしょうがない。うん、それが、あ、それ矢印ね、うん、それがいい。はいはいはい、それ一パーね、うん、あ、わざと外しちゃったね。あ、それが50か。あららら、見間違えてたな。うん、カオルコさんが後外す可能性は少ない。あ、1ゴールド、はい、はい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 。まず分かってるのはこれね。うん、斜めに配置があるから、よいしょ、これが、あ、10枚株、ここだね。うまくいけば全部もらえるね。うん、ここね、逆の方がいい。あ、逆じゃなくてよかったね。いけそうやね、うん、ラッキーラッキー。はい、あの、わざと外した、正解でしたね。
が少ないからね、しょっぱなからちょっとこんだけ苦戦してるようじゃ。ビンゴですね。また開かない病だね。ああ読んでたら終わりだ。ああ3出たら終わりだ。ああ、まあどうせ当たらないんだろうけどね。全然開かないよね。あ、やっとリーチや。あ、決まった。やっぱカオルコさん。前回カズミさんでね、今回カオルコさん。はい、よっと1,2,3。あー買うか抑えるか。あーダメじゃんこっち。そうだね、ふん、まあ宿屋も結構通るんだけどね。ここはやっぱり税務署ですね。臨場したいね。あ、来た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 。72。悪いカードではないよね。うん、70番台だから。74と79だっけな、悪いのは。1,2,3,4。よし、オッケー。マークを取りに行きましょう。ただし、こっちでいいか。遠ざかるつもりでね。うん、はい。あー自分のとこ寝たかった。来た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 。あー、よしよしよし、派手なかった。うん、全売りね。うん、これドロップしてくれた。まあ50の損害です。だからカオルコさんはまだしないでしょうね。空き地の方に目が行ってしまった。あ、ジュールのか。まあいいや、避けちゃおう。わざと。
だからね株価ごめんなさい、鉄砲のパーセンテージ上がるね、あの影響がないんですよね。あ、そっちへ侵入か。カオロコさんがね、お金貯め込んで、うお、突っ込んだサラリーを取ったね。もちろんこっちだね。はい、3か5、あ、超えちゃったおお、踏んだ。早めに仕掛けそうな感じだね、90も買うんだったら。よしよし、ジェットコースターに並んじゃった。本当はね、これをあの店を仕上げた時にやりたかったんだけどね。ああ、買われちゃった。巧妙だね。うわ、そっち選ぶんだ。誠司さん大儲けだよ。よしよし、脱出できるね。うん、ということで、とりあえずちょっとマークの方を集めちゃおう。おお、ラッキー。みんながスパイラルにちょっと回ってる間にね、石書のジャブが効きますよね。はい、では今回はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。